諦めずに今までやり続けたんだから、たとえどんなに辛いことがあったとしても、あなたならば乗り越えられる、そう信じてる。ハローエブリワン、ソートロピカルヤッホー、 Yes 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 Starting So チョコプロ199 Yes, I'm looking forward to todayAnd tomorrow! 皆さん、トロピカルお待たせいたしました。本日もやってまいりました、チョコプロ199。はい、ここまでの道のりは長かったようで、いや、あっという間でしたよね。はい、その熱い気持ちはまた明日にとっておきたいのですが、今日はユナモンがここにいるということは、今日トロピカワイルド VS お茶漬けシスターズ、トロピカワイルド VS お茶漬けシスターズが急遽ね、次期挑戦者になった、次期挑戦権を勝利者が得たということでですね、もう我らトロピカワールドワクワクウズウズしておりますよ。イエーイ、さきさん入りますか？ウズウズしてる、ウズウズしてますよ、ウズウズしてます、ウズウズしてますよ、ウズウズ。まだ試合始まらないですからね、はい、楽しみ。We are looking forward to much! 嬉しい、こんなさ、はい、チャンス急に来るなんて嬉しいじゃん。さきさん、チョコプロ明日で200回になるんですよ。すごいね。Tomorrow 200. Wow! すごい英語。君もいつの間にか。Wow! すごい英語食べれるね。ここまで来れたのは本当に皆さんのおかげだと思います。ただ、明日を迎える前に今日が終わらなければ明日も終わらない、迎えられない。そうですね。明日はまだまだ終わらない。はい。なので、今日も、ね、緊張してんの大丈夫？肩の力抜いてよ。はぁ、あ、OK。It's relax. ちょっと軽いだろう。ということでですね、皆さん。はい。後でやりますよ、これ。これ、メインイベントですからね。はい、ということで、本日は Too Much! First match is 帯広さやか VS カッパ小僧。帯だーん、帯だーん。このさやかさんとカッパの因縁対決はシーズンを取り越して続いておりますよ。今シーズンもまたカッパ小僧と帯広さんの試合、どっち応援するの？だって緑好きじゃん。ああ、I like so green。さっき言った colors green？ ビジネスグリーン。ああ、ビジネスグリーン。おお、どっち応援するの？I like green so カッパ colors green but 私、帯広さやかさん。さやかさんはしますよ。もちろんです。もうカッパ小僧は今までずっと乱入、試合関係ないの乱入してきたり、試合邪魔したり、悪いことをたくさんした、そう、カッパ小僧はバッドガイ、バッドガイ。だからジャスティス帯広さやか応援してます。そうなんだ。田んぼとかめっちゃつけてさ、お皿乾かせばいいじゃん。そう。頭いいな、さきさん。弱っちゃうかもしれない。さすが頭いい。なるほど。そういう攻め方もあるんですが、ここはやっぱりプロレスでね、我々チョコプロプロレスで勝っていただきたいなと思っておりますので、その試合の行方、今日めちゃめちゃ皆さん注目ですよ。頑張れ、おびたん。そして、もういいですか？もういいじゃないですか、これ。Too much, so メイメント! We are トロピカー
てトロピカワイルドがまたここの太い腰に、うん、ベルトを巻く姿を今日皆さん楽しみにしておいてください。時代を変えましょう。はい、そろそろ今日勝たないとその挑戦も得られないので、ネクストチャレンジャーイーツトロピカワイルド VS お茶漬けシスターズ知恵&米山香り米山。さきさん、お茶漬け好きですか？ Do you like? リゾットティー？リゾットティーな。リゾットティー。あったよ。リゾットティー。Yes, yes, yes. 本当に？ Yes, yes. お茶漬けはリゾットティーですよね？うん。ジャパニーズフルー。リゾットティーな。お茶漬けなんじゃない？お茶漬けなんですけども、カレーお茶漬けなんだ。カレーっぽく、お茶漬けお茶漬けだよ。何言ってんだよ、お茶漬けお茶漬けだろ。冗談じゃないよ、ね、お茶漬けだわ。リゾットティーシスターズになっちゃいますよ。もうリゾットシ、あ、リゾットティーシスターズちょっとなんか弱そうで良くないですか？なんかもうお茶漬けもお茶漬けだけどね。お茶漬け好きなんだね。鮭ですか、なんなら。好きなんじゃ。だけど一番好きなのはトロピカルフードなんで、我々、パイナップル、そうだね、ウォーターメロン、ウォーターメロン、うんうん、買ってパイナップルピザ食べよう。はい、なので今日はそのメインイベントの2つも注目ですよ。勝った方がアジアドリームタッグチャンピオン、ネクストチャレンジャーなんで、皆さんどっちを応援するかもコメントでね、たくさんよろしくお願いいたします。はい、ということでいいですか、滝さん、もう言い足りないことないの？言い足りないことないの？ないの？私はいつも滝さんとのオープニングソングで、エントランスソングで肩の力が抜けるので、今日は楽しみにしてますよ。相乗効果、相乗効果、いいよ、私よ、いや、そう、ケーマイズ、いっちゃう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 。皆さん、引き続き拡散シェアのほどをよろしくお願いします。お願いします。Please share this channel URL。 さあ、それでは、行きますよ、行きますよ、行きますよ。チョコプロ199トロピカワイルド、スタート。
ださい。なんていう入り方。あ、かっこ、え、ゴングゴングゴング、もうすでになっておりますよ。どういうこと？カッパは今日も狙っておりました。なんというスタート、なんというリングイン、マットインでしょうか。窓枠から入ってきました。乱入、乱入のように入ってまいりました。今日のカッパ小僧バーサスオビルサヤカ、またもや最初はさあ鋭利な爪を見せびらかしてオビルさんを壁にぶつけます。さあこれはこれだこれだこれだ、アタックを、あ、うまく避けた。さあオビルサヤカ負けられないと、
ちょっとやめて、カメラ壊れちゃうよ。はあ、おびろさん、いや今日のカッパストロングスタイルモアモア。さあ、あっという間に5分、乱入から5分経ちましたよ。しかしこのシーズンをまたいでのカッパ小僧と帯広さやかの攻防は、あ、地獄突き、地獄突き、地獄突きからの決まった、地獄突き挟んで、今までのお返しとばかりに、さあやられたらやり返す、帯広さやかの大逆襲始まる。これは三角に絞って、まわ、痛いでしょ、痛いでしょ、これさあ体全身で絞り上げていきます。帯広さやか、うわー、なんとかエスケープしましたが、さあ、ダメージ効いてるぞ、効いてるぞ、カッパの弱点、お皿はストロングだが、その悪い手で、悪い手はお仕置きだと言わんばかりに、ハフハッチを狙うが、ここは潰されました。さあ、そしてカッパ小僧、え、ちょっと、え、え、見てる先が、見てる先が机です。あー、ノー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 、あー、どっち、振れて振って振られて振って、わー、あー、直接危ない、あ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 、またもや顔をかけてしまった。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、1枚も2枚も皿が上手だったカッパ小僧。さあ、え、待ってください、あの、パン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 じゃないよ、ちょっと、え、椅子、チェア、ノーチェア、ノーチェア、ノーチェア、わ、それはダメでしょ、ノー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 、離して離して離して、硬い硬い、え、チェアを、チェアをチェアで、え、払って、わー、ダイレクトにぶつけようとしております。もう、なんだこの第一試合。What's first match? 負けないで、さやか、さやか。おー、うまい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 。さ、うまく、椅子を使って、膝に、椅子を当てて、降ります。さ、ハーフアーチ決まった、ハーフアーチ決まりました。足を
オーマイガー、スリーカウント取ったのはカッパコッツ。ということで、なんとなんと、カッパ小僧と帯広さんが組んで、あさってアントーニオ本田桐原時子決定ということです。わー、ということで今日もチョコブーケバーさんのお時間としたいんですけど、これを戻していってほしかったな、あの気持ちが、よいしょ、よいしょ、桐原さん、桐原さん、しっかりして、桐原さん、なんで桐原さんが、どうして、Oh!
めっちゃ怒ってます。その前にやることがある。やることがあります。チョコブーケさんの紹介です。はーい、ということでまずはばあさんの紹介から。ばあさん、ハンサムソーさん、センキュー。ラウンラウン、センキュー。チェファン、ピーピーピー、ありがとう、ありがとう。アリオンナさん、センキュー、センキュー。アイザーク、センキュー、ピーピーピー、センキュー、センキュー。柴山さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ベースナーアイ、センキュー、センキュー。ブレッド、センキュー、センキュー。トロンボンジェイ、ありがとうございます。ジョージー、センキュー、センキュー。ブライトボーイ、センキュー、センキュー。サイムラ・アピオスノエさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。エスゾッカー、センキュー、センキュー。ドーグ、センキュー。バウバウ、センキュー。ウィンソンジン・ユー、センキュー。ウィル、センキュー、センキュー。ありがとうございます。サンダーフォースセブンさん、うーサンダー、ありがとうございます。ココ&グレゴリー、センキュー、センキュー。マコトさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ウィラーエナーム、センキュー、センキュー。そしてウィール、センキュー、センキュー。そして上に参りますね、V中さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ニューデザインになりました。おいしそう。クリスビーデー、センキュー、センキュー。 CJ ラインズ、センキュー、センキュー。 CJ ブームハウアー、センキュー、センキュー。そして新しい、新しいニューチョコパーさんです。お二人いらっしゃいます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、まず TWE The Wrestling Enthusiast、 Thank you、 Thank you TWE。 そしてサッソジャブローニー、ジャブローニー、 Thank you。 水森さん、ありがとうございます。そして選手個人バーの紹介になります。さやか帯ヒーロー、帯ヒーロー。はい、水森ゆうな、今日はタイトルマッチですね。です、タイトルマッチ挑戦決定戦ですね、ですね。はい、そして鶴賀メイ、メイさん。バリアンアッキー、アッキー。いいですね、ありがとうございます。ベストブローズで並んでっていい感じです。そしてチョコブーケ、 Today's チョコブーケ、ありがとうございます。はい、ではこちらから石さん、ありがとうございます。石さん、ありがとう。とつ、はい、さん、米ちゃん、頑張れ、頑張れ、ありがとうございます、ありがとうございます。ザッカンジュリー、センキュー、センキュー。シーズンイレブン、じゃんけん勝、最多勝ちがちえちゃん、そして最多トーナメント勝ちがユナモン、マサ、米山、かおり、無敗、チェリー、山田太郎と。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ドーグ、センキュー、バウバウ、ゴフォン。はい、そしてザワさん、お茶漬けシスターズ、頑張れ。米山さん、いつもありがとう、ありがとうございます。ルードフィックスパシフィカ、プリーズバイカッパーキューカンバー、イエス、Thank you。 そして中川さん、チョコプロシーズン12開幕おめでとうございます。寒さをぶっ飛ばすくらいの熱い戦いを楽しみにしています。ありがとうございます、ありがとうございます。ワン、ゴー、ごきげんエナジー。
Thank you. わー。そして北村聡明さん、ゲイツのライトチャレンジスーパーエイジチャンピオンシップトロピカワイラー、ガオー、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてブイチョさん、ザ・グレイシーズン12スタート、ありがとうございます。ハーディー、チェコシカワイズナンバーワン女子オープラネット、トニーガンフィアーズ女子、 Thank you。 今日もブーケさん、ありがとうございました。じゃ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 ーん、チョコゴジラさんの紹介です。ありがとうございます。怪獣ファン、ありがとう。ガオー、有限会社トロ企画メディア事業部ゆかなさん、いつもありがとうございます。 And James、 Thank you。 ありがとうございます。そしてマーチャンタイズのコーナーです。じゃーん、こちらチョコプロ200回記念 T シャツ、かわいい、かわいい。いよいよ明日200回を迎えるチョコプロの記念 T シャツになっております。イラストはタイのガトームーブのタプラさんが描いてくださいました。かわいい。キリハラさんどこいるの。キリハラさん一番下かな。これこれ、うん、これか、うん、私はねここにいる、うんうん、一番上。今ちょっと髪の毛切っちゃった。ちょっとね、このタイミングで切るなよという話なんですけど髪を切ってしまいましたが、はい、はい、こちら、はい、皆さんもぜひこの T シャツを着て、これからもチョコプロ一緒に応援してください。はい、現在ベースで予約を受け付けております。 Now pre-order started on Big Cartel チョコプロ Big Cartel, so please check it. Thank you. ありがとうございます。ちなみの時は M サイズです。私も M サイズ。本当？うん、最近 S サイズだとね、こうピチピチになってちゃう。わかる、肩幅がギリギリ、うん、困るね、わかる、はい、ということで皆さん200回 T シャツ予約の方お願いします。私たちは、2日目というか日曜日、そうですね、私と桐原さんの試合は200回 Day 2になります。私先ほどカードが決まりましたけど Day 2、はい、じゃあ Day 1はまだカードがわからないので、うん、Day 2のカードのおさらいをしますか。200回先ほどの、帯広さんとカッパ小僧 VS 帯広カッパ小僧 VS アントニオ本田桐原時子、まあ、何こまねちで来るのか、もしかしたらノーマルのアントニオ本田桐原時子なのか。なるほど、そういう可能性もあるわけですね、はいはい、それは神のみぞ知る、こまねちの神のみこまねちの神のみぞ知る、はい、ということで、私のカードは、はい、知恵桜井さん VS、うん、カラーズの桜井さん VS 誠さん、私でーす、イエーイ。ということで誠さんと初めて組ませていただきます。嬉しい。あ、試合がをしているからかな、うん、すごい素敵。そう、嬉しい。誠さんはプロレスラーになる前から試合を何度も見させていただいているので楽しみです、うん、そして桜井さんとは初対決になります、うん、でもあの知恵と桜井さんは何度も組んでるから、うん、こうタッグワークが多分私たちよりあるので、うん、そこに注意しつつ頑張りたいと思います。よろしく、よろしく。え、しゅ、何何ね、ごめん、違う違う、私は試合出ないからね、嬉しくということで、で何か連携とかねえ、はい、何か連携を決めたいですね。何、ね、だろう、ドーンバコーンみたいな擬音殴って殴るんですね。殴ります、はい、まことさん結構蹴るタイプ
だからドーンバコーンみたいな感じでいきたいですね。その他のカードは私ちゃんと覚えておらずも今の携帯をシュッと取りに行こうと、皆さんに見せたかったです。どうしよう取りに行きたいけど手にあれを持っている。ということで、13日その他のカードですが、メイさん対中島翔子さん。中島さんは初めましてですよね。初めましての中島さんとメイさんのシングルになっております。そして水森さん山下さん VSCDK、 はいになります。超パワー型女子2人対 CDK ですけども、なんかパワーだとイコールいや本当あの山下さんとは試合をしたから分かるんですけど、山下さんは本当に力が強いのですごいです。ラリアートとかも、ぶっ、いや本当に知るか、本当なんだこれっつってぶっ飛んで、変えそう、また机壊されないようにしなきゃ。そしてメインのカードは藤田さん VS 秋さんのスーパーアジアになっております。てんこ盛りです。皆さん、はい、明日の200回はちょっとまだあのカードが今日のあれ次第だと思うので、はい、次第になるのでまだちょっとわからないんですけども、200回の方もスペシャルブーケの方現在販売中ですので、そちらよろしくお願いいたします。はい、それではそろそろメインイベントのお時間になります。ですです米山です、パシパン食べる。ですです米山です、彼女眉毛でラララララ。ですです米山です、虹が一足で足ですです米山です、ゴロゴロ転がるララララ。はい、どうもガトームーブ、そしてお茶漬けシスターズ小石川知恵とご機嫌レスラー、そしてお茶漬けシスターズの米山さんでーす。本日も2回ほどコール&レスポンスの方をお願いしたいと思います。1回目はこんにちは、2回目はせっかく我々お茶漬けシスターズということでいただきますでいきたいと思いますので、皆様チャットの準備をよろしくお願いいたします。いきますよ、いきますよ、いきますよ。せーこんにちは、こんにちは。ネクストはいただきますです。いきますよ、せーいただきます、米山さんと組ませていただきまして、タッグタイトル次期挑戦者決定試合と相なるわけでございますが、相手はトロピカワイルドさんでございます。米山さん、トロピカワイルドさんは試合はなされたことはありますでしょうか？あまりないかも。トロピカワイルドさんは去年オクタクリーグ優勝なされて、レストロードさんに挑戦なされたという実績を持つチームでございますが、米山まどかさんが明日タッグ挑戦なされずというタイミングでこの試合が決まったということは、新郎さんの代わりにというわけではございませんが、そこのチャンスをものにするのは小石川知恵と、そして米山かおりさんだと思っておりますので、本日我々が運命の女神様の前髪ではなく手を取って
エスコートを2人でさせていただきまして、明日に2人で向かわせていただきたいと思いますので、皆さん、皆様、よろしくお願いいたします。いたします。わYou're not.
アジアドリームタッグ次期挑戦者決定戦、トラップカワイラ対お茶漬けシスターズです。最初はレスリングから。おー、サキさんが力で返していきました。米山さん頑張れ。あー、米山さんも返していきました。おー、もうヘッドロックで投げ、シザースで返し。おー、米山さん、サキさん、知恵が、米山さん、知恵と水森さんがタッチを、お、変わりましたね。そこチョコプロの中でも大きな声が特徴的なお二人ですが、お、がっちりとロックアップ組み合いました。おお、力で水森さんが押し返していきます。やはり力では水森さんが優勢だった。やめてください、ガラスが割れてしまうかもしれないのでやめてください。うー、知恵の投手に火をつけてやるです。また組み合って、知恵が押します、押します。やめてください、ガラスが危ないのでやめてください。うわー、ブーケさんも危ないのでやめてください。サキさんも同意してくださいました。おお、組み合ってバックを取りました。知恵のノットバック、力を込めてバックを取っているのを水森さんが力で切り返し持ち上げました。切り返して、おー、あー、絞ります。いや、水森さんの体重の乗った絞りはなかなか返せないんですよね。いやー、やっぱパワー勝負で知恵はちょっと不利ですね。あー、絞っております。お、知恵が気合を入れて走り始めました。走っております。ぐる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 、いつもあり、あーあーあ、おお、踏み上げで返して、お、これは出るでしょうか。はいはいはい、あー、重かった。知恵がちょっと重いかも。お、そこで米山さんのアシストが入り、おー、2人で持ち上げました。弓矢固めです。そこはすかさずさきさんがカットに入りました。米山さんを壁に蹴り、おー、ち、おー、わー、これは、ギャー、ちょっとカメラが恐怖を覚える、うわー、あー、立体的、知恵吹っ飛ばされていきました。今リーガルは知恵と水森さんにありますね。あー、踏まれるだけで痛いんですよ。みんなあんま踏まれたことないからわかんないかもしれないですけど、踏まれるだけで痛い。あー、チーム返していきます。あー、あー、捉えて絞られています。キャメルで絞られております。チーム、チーム、しっかりするんだ。おー、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 あー、怖い。あー、だったい。チーがエスケープしようとしたのをサキさんが邪魔しております。タッグチーム力ということでしょうか。タッチでサキさんに交代です。首投げで投げていき、あー、腕を取られました。腕を取られて、あー、これは足が浮いてます。見えます？足浮いてるんですよ。これめちゃくちゃ苦しくて、私もやられたことあるんですが、はい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 、はい、
やり返すんだ。やお、チェがまたお抜けしたんですが、そこには水森さんが、あ、戻っていったらダメだろう。あー、力が、あー、危ない。うわー、かわして、あー、結局手を絞られてしまいました。やはりパワーでも、ギャー、回っています。知恵が回って、うわっ、ね、ちょ、危ないんでやめてください、本当に。うわっ、ギャー、痛い、しました。知恵が左のエルボーで返していきます。ですが、さすが水森さん、うおー、2発を1発で返していきました。知恵が返していきます。知恵が払って、お、巻き投げで投げていきます。いけち、おー、綺麗にロックキック決まりました。ここで米山さんにチェンジです。あー、おー、力でトロピカワエル、やはり力では圧倒的に優位です。持ち上げて投げていこうとしますが、米山さんが避けて、うわー、素晴らしい動きです。おー、キック、わー、キックをしながら先頭、そしてその上からさらに先頭です。すごいです。米山さん投げていこうとしていますが、そこはさすがに水森さんカット。おー、水森さんの重量のあるドロップキックが決まりました。こちら作戦にタッチ、あー、吹っ飛ばしていきます。
連携です。うわ、2人でカンパーナー持ち上げていきました。これは厳しい、これは厳しい。あ、すかさず知恵がカットに入ります。ここでさらにまた連携のようですね。おお、持ち上げていって、おお、2人で丸め込んでいきます。うわー、丸め込みましたが、ボディアタックで返していきます。そしてまた、さすがタッグチームですね、連携が多い。あー、今度は投げられてしまいました。サキさんが登ります。あー、あー、ギリギリキックです。これはブレンバスターの体勢で、ブレンバスター激らず、おお、うお、チェが突っ込んできてチョップを放ちました。ダブルドロップキック決まりました。わあ、キックアウトです。お、返していくの手を取って、おお、膝を入れた、それをブーツで返す、キックで返しました。逆にブレーンバスターでぶん投げていった。ダブルダウン状態です。さあ、タッチできるのか。これはお二人ともきつそうですが、ここで両者チェンジとなります。知恵がチョップで攻めていきます。これを避け、おお、ヘッドバットからのココナッツクラッシュしてトロピカルヤッホー、おー、キック、果敢に攻め立てております。うわ、重いエルボが入りましたね。うわ、ラリアットを透かして窓枠に破り、アッカーマン決まった。そこはサキさんがカットに入りました。あ、これはチエのマフラーホールドか、マフラーホールドが出るのか。そっちの膝は水森さんがあまり良くない方の膝を、知恵がマフラーホールドで締めていきます。ですがすぐエスケープされてしまいました。やはり力だとちょっと難しいところがありますね。知恵が登りましたが、足を掴んでそれ以上水森さんが行かせないようにしております。アッカーマンをキャッチしました。キャッチして壁に叩きつけ、うわー、そこですか。サキサキさんが入ってきました。ラリアット、これはやばい。うわー、返しました。今のラリアットやばかったですね。ラリアット、壁ラリアットはこうラリアットのダメージもあるんですけど、壁にすごい勢いで叩きつけられるので全身が痛いんですよね。おお、水森さんが持ち上げてセット、倒立プレス決まりました。あー、そこは米山さんカットです。
水森さんを捕まえて連携でしょうか。これは壁に振りますが、あー知恵と米山さんが踏まれ、あーラリアットかわして二人でスクールボーイです。サキさんがすかさずカット。今の危なかったですね、二人分の体重で。お二人振りますが、あートロピカルサンドです。やっぱここら辺タックの連携がとてもスムーズですね、トロピカワイルド。そのままスムーズに連携でカット、これもカットです。でしょうか。うわジャンピングショルダー、あーキックです。ジャンピングショルダーキックです。うわすごいラリアット決まりましたが、水森さんが起こして、これはあー避けられて、あーカットに入りました。スリー入りました。最後知恵が切り返しての壁に向かってのサムソンでスリーが入りました。いやー今のはすごかったですね。最後勝ったのはお茶漬けシスターズです。あげとくから、しゃあ、あったんね。はい、じゃあ、いいせ。ゆり
日ですね。土曜日でした。日曜日は私でした。そしたら、こま日でタイプ挑戦させていただきます。少なくとも明日も今日の団体も勝つのは我々です。おー、最初にジャケット、あっちまれちゃうよ。映ってないよ。映ってないよ。映ってない。映ってない。はっ。はっ。はっ。リベンジだ。おお。最初くっちゃけぽい。うぅぅ。おー、最初くっちゃけぽい。うぅぅ。水森優奈 VS 桐原時子。勇気出してこれが青春だ。
ナンピーシャツセルリーシャラッはい、本日も大会ありがとうございました。知恵が死にそうなのでさやかに変わります。勝ったぞ。本日もご視聴ありがとうございました。今日199回、そして明日200回と積み上げられたのは見てくださったチョコミントの皆様のおかげです。ね、知恵。はい、知恵が今日勝ったのもこの場があったからこそなので、はい、ありがたいことと思っております。皆様応援の方いつもありがとうございます。明日の200回、チョコミントの皆さんで楽しみましょうね。明日のカードは、一つだけ決まりましたね。明日のカードデイ1、アジアドリームタッグ選手権試合、ベストブロズバリアンアッキスルガメイグミ対挑戦者米山香織小石川知恵のお茶漬けシスターズになります。いやー楽しみですね。そして、デイ1のスペシャルブーケの方が今日いっぱい、明日の朝8時までかな、なので皆さん明日のスペシャルブーケの方をチェックお願いいたします。まだカードは決まってないんですけど、参戦選手の方は先ほど知恵が言っていた方々が出ますので、ひろしさんとあと田村さんはお久しぶりなんじゃないですかね、が出られますので、皆さんチェックの方お願いいたします。多分後ほどツイッターの方で明日のカード出ると思うので、ツイッターの方もチェックお願いいたします。そして200回はデイ1と次デイ2がございます。デイ2の方にね、今日あのレフェリーしていた桐原さんと今日お手伝い来てたさやかも出るので、皆さんチェックお願いします。そして200回はね、さっき、着てた可愛い T シャツの方も売っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。ということでチョコプロ199、皆様のおかげでここまで来ることができました。ありがとうございます。ということで今日もまた明日朝10時からお会いしましょう。ありがとうございます。 Thank you for watching everyone. This is Sayaka. Bye bye.